むちゃむちゃ猿おるやん。うわー、なんかやりてえ。なんかやりてえな、一撃で。あ、爆竹でビビらせよ。あ、なんかバカッターみたいなことやってるんやけど。ほら、ボケが、こんにちはー。ビビってる？爆竹です。ヤッホーヤッホーヤッホー。どうも皆さんこんにちは、ケッツンです。ということでセキロやっていきましょう。前回ね、白富士という中ボスを倒したと思うんですが、まあ倒しきる前に勝手に崖から落ちて落下死したんですよ。で、私レベル上げするためにひたすらうろうろしてたら、白富士生きてたんですよね。ちゃんと殺さないと死んだ扱いにならないらしくて、で動画外で、まあ、戦おうと思って適当にやってたんですが、まあ、こんな感じでねバグってて全く攻撃してるふり、もう全然当たらない。攻撃終わった後にジャンプしてシャカーするだけね。で勝手に死んでいったっていう気まずい展開になったので、まあ、特に実況もなく1回でクリアできたので割愛させていただきます。ということで続きからやっていきましょう。なんか言いたいことある？一回も死なずにクリアしたので、さあやっていきましょう。続きからこっち方面だね。そろそろなんか、あ、やべえ、もうやべえ。はあ、さっき白富士やったばっかりやねんけど、なんか鍵爪研いでるやん。いや、話しかけれそうにもないし、なんか喋ってはる。もうやめてー、うちの白富士苦戦してん。もう言うわ言うわ、もう白富士ね苦戦してん。なんか実況してないとか言ってたけど、実況してはいたんやけど、もう苦戦したから喋られへんかって。もう素直に言うわ、無理やって。こんなまたこいつとボスー、ざけやがって。でいつまで切るんですか。びっくりした、いつまで切るんですか、あなた。いつまで切る。あ、い、う、え、お、あ、あ、いつまで切るんですか、あなた。い、あ、お、あ、よー。え、いや、い、あ、あ、何喋れ言う、ほんまに。スマホで人が、はい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 、よっしゃー、はい、残念でした。はいはいはい、あ、イエス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 、ワンダー、あ、こいつ、はいはい、ほう、あ、イエーイ、残念でした。はい、ふ、ほ、い、は、ほ、やっほ、えい、はい、えい、はい、あー、キモ、顔キモ。ちょっと待って、待て待て待て、俺なんか今から子供生まれるみたいな、ふっ、はっ、ひっ、ひっ、みたいな、ひっ、ひっ、ふっ、ひっ、ひっ、はっ、やべー、あぶねー。ちょっと呼吸させて。よしよし、呼吸、はっ、ひっ、ひっ、ふっ、はっ、ひっ、ひっ、よし、ヒヒッハッハッハッヒッ、よっしゃ、終わった。ああ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 、酸素が足りひん、酸素が足りひん。いやー疲れた。いや呼吸できひん、あんな連続で。来たら、ああ合わせるだけのゲームやったね。ああ、弾きを覚えさせる感じやったんかな。いや、子供生まれるときあんな感じなんかな。キッツ、大打ちは、あ、忍び義手やん、マジで。これで仰ぐと大きな渦風が大きい、巻き込まれると神隠しに合う。てか今更やねんけど、
これ金城鉄壁ってやつ前回手に入れて、これ銃弾とか砲弾とか機関でみたいな感じだったよな。まだ義手人具にしてなかったこれ。鉄砲塔がもう終わってて言うのもあれやねんけど。いやちょっとまたレッドブル開けるわ。ハイゲーだな、肺活量ゲーだ実況って。ちょっと義手人具を新しく仕込もう。仕込み傘、うん、で、髪隠し、オッケー。で義手人具強化も結構いけるんじゃない。あ、いけそうだな。この幻しくない、早くアンロックしたよね。でも必要アイテムが足りてないので、いや正直ね、爆竹とかね使わんのよね。後半使うことになってくんのかな。爆竹強化したところでって感じやねんけど、まだいっか、特に使わんしな。ぶっちゃけさ、なんだっけ、斧、斧も強化して、こうくるっと回転してスパンみたいな、これしたけどくるっと回転することない。もうこれだけでいい。てかこれが一番使う、盾を割るっていう意味で使わんからな。じゃあまず仕込み傘。はー、え、これで移動できるやん。あ、ジャンプはできひんのか。え、これで鉄砲とか機関、え、強っ、最初からやればよかった。めっちゃ強い。あ、でもしゃがみ歩きじゃないとできひんってことか。いや、鉄砲取り手でむっちゃ使えたやん、今更やけど。今更やけどな。で、神隠しは、1回目で渦風を集めて身にまとって、で2回目のやつで渦風を解き放って正面の敵を背後に向かせるってことか。っていうと忍殺ができるようになるってことけ。すごっ。よう、旦那。サムラ、ああ、え、塩が足りぬようだ。なるほど、塩か。ああ、食うのはもちろん、死人の清めや怪我にも使う。戦場で死体が腐れば流行り病も道理ってわけだ。なるほど、みんな塩がなくて、このための塩ね。そいつちょっと早送りしてもうた。儲け時ですね。おお、稼げ稼げ。なーに、塩があれば助かるものが多い。多少高く売っても町は当たらぬでしょう。ああ、そうと決まれば塩を工面せねば。旦那、ありがとうございます。情報量くれよ。くれないの。いや、俺クソどうでもいい情報やと思ってあれカットしたんよな。あ、そういうことか。ああ、なるほどね。これは盗み菊。ふん、塩が足らぬと思うか。食うのはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも入りようでして。これだけ人死にが続いてはということだな。へえ、おかげで戦場病にかかる者も多ございます。そうか、なんとかして塩を手に入れねばな。くれ、なんか情報量なんかくれって。ちょっと銭袋買っとこう。まあこれね、銭袋買っておくと、今は私1500円あるじゃないですか。でこれ死んでしまうと半額になっていくんですけど、まあ銭袋に変えておくことで、ロストを防ぐっていう感じで、溜まって別に使うことがなかったら銭袋に変えておくのがいいと思ってる、個人的に、うん、じゃあな、旦那、塩がうまく売れたら新しい品を仕入れやす。いや、ボロ儲けやんけ。その時はぜひごひいきに。いや、定価で売んなよ、定価で売んなよお前。いや、あいつ商売うますぎて自営業の私尊敬するわ。これさ、仕込み傘からさ、この神隠しに変えた時のこのもみじが若干散る、この感じいいよな。エロい、うん、エッチ、とってもエッチ。そしてここら辺にアイテム隠してあるんだろう、どうせ。え、落ち谷奥廊下、廊下、おめえもしかしてこれ廊下言うてんの。
これをやべ、うわーなんかいる、うわーあれ白蛇ちゃん、は白蛇と戦う、うわーこっち降りれる、アイテム欲しい、正規ルートあっちっぽいけど、あーダメだ我慢できねえ、よいしょ、いただきます。種ならしかもう倒したんだよなあいつら、いやえあれ千載一遇のチャンスじゃないっていうか、なんか今回大蛇を倒しそうなんだが、いやっていうかねボスやってるから、2回ボスやってるから戻られへんやん、これもうどうする、下行くしかないやん、あっち行けんのかな、えあっ行け、あーやばいやばい、なんてこった、なんてこった、えこれ本気でなんてこったじゃない、ちょっと、いやー切れてる切れてる、やめて、なんで切れるの、なんで切れるの、あ頭湧いてんじゃね、もう迷い込んだだけ、やだーどっか逃げるところない、あそこ逃げるぞ逃げるぞ逃げるぞ、ここ絶対逃げれる、あはは怖い、マジ怖い、あー折り元気あった、おーボケが、あれなんか目いたんでへん、自分目いたんでへん、誰に刺されたんかな、あぶねー、ここに鬼ボトキある、ありがてー、こんにちは、白蛇だけじゃないでしょ、どうせまだ鉄砲隊いるんじゃないの、うわっ、えは、いやーびっくりした、誰、猿もう剣持ってるやんけ、猿弱っ、猿バチクソ弱えな、おおびっくりした、むちゃむちゃ猿おるやん、うわーなんかやりてえ、なんかやりてえな、一撃で寒いから集まってるやん、うぶち殺そう俺に敵意はないみたいやけど、ぶち殺すよ、経験値欲しいし、うん、なめんなよ人間というホモサピエンスを、いや、なんか爆弾ないかな、なんか爆弾みたいなかった、なんかないの、火炎瓶みたいなやつ、てかあいつら猿やから爆竹効くんじゃね、あ爆竹でビビらせよあなんかバカッターみたいなことやってるんやけど野生動物に爆竹ほらボケがこんにちは、ビビってる、爆竹ですヤッホーヤッホーウォーウォーハハハエーバックハハ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 ハボケが知能の低いサピエンスどもめ、私が、私こそが、はこの世界の、うん、王者さ、人間の春真似か、ふっ、効かんよそんな攻撃じゃ、滅殺、いやーなんかすっげー悪いことした気分、え猿酒、火を吹くほどに辛いが、それも味わいと愛飲する物好きもいる、ジジイにあげよっかな、いやー気持ちよかった、超気持ちよかった、また遊ぼうな、これリスポンするやろ、またちょっといっぱい爆竹、あてか爆竹進化させてくるわまた遊ぼうな、うーん、あいいね、ボスにちょっと苦労してストレス溜まったらこいつらで発散いや別にゲームだからこれは、あいつら敵だし、あいつらを倒さないとこの世界は良くならないからね、えなんか明らかに、まあ、猿の親玉みたいなやつがあそこにおんねんけど、あれ親玉やんね、どっちかっていうと、マジか、切れてるかな、ああえあやべえ、俺米渡してないぞ、大丈夫、蛇垣はの二つあるぞい、もう言うとったな、一つは生牡蠣と、おい聞いた、聞いた、あっちじゃ、あっち、干し牡蠣は
あっちじゃ。干し柿もあっち？徳沼を越えて巣穴に潜り込み、干し柿盗んでくれよ。あ、蛇のところってことかな。干し柿、どういうことだ。はい。で、米やろ。いや、米がねえんだよな。オチの巫女様の。オチの巫女様。お米じゃぞ。オチの巫女様っていうことは、今の巫女様じゃねえな。あ、じゃあ違うところにあるや。とりあえずセーブしよう。まあ、俺向こう側に戻りたいんやけど、戻られへんのこれ。下に、あ、宝箱あるね。ん？これが毒沼かな。毒沼っぽいね。いや、どんな感じで毒食らうんこれ。ちょっと行ってみようか、試しに。あー、そんなにゲージたまらんな。あ、じゃあ行けるわ。多分干し柿を取りに行く流れになっとるよねこれ。あー、そこに一匹いる。あ、なんか猿の上位数っぽいな。あれ、ちょっと見さしちゃおう。あー、上位種くせえ。うわ、めっちゃいいアイテムもらえる。上位種だったな。あれ、あの人ねえ、アイテム屋さんだよね。おお、こんなとこでも商売してんの。毒沼やで自分。置くよ、こんなところにも。ね、ししなのさ。咳してるやん。死にかけやって、こんなとこにお客さん来んの。あー、え、なにこれ。緑苔の曲がりひょうたん、中毒の蓄積を減らす。しかも休息すれば再び満たされるって書いてあるから、使い放題やん。めっちゃええやんこれ。あとは別に大丈夫かな。まあ、種ならしめっちゃ手に入んなここ。うーわー、なんかここもやばそう。ここ多分干し柿とかが手に入るエリアじゃないの。は、音が変わった。いや、ボスとかやめてくれよ。くらっ、はあ、怖え。やべえ、なんだ、やばい。あ、これちょっとやばい。ちょっと一回離れよう。違う違う。ん、あ、こいつ、あ、動けねえや。あ、動けねえのこの子。あー、じゃあ別に、え、412ポイントももらえるの。強っ。これあかんやつや。ボスはやめてな。速攻で帰るから俺。ボスとか来たら、やーべー。あー、これべーわ。べーやついる。見覚えあるなー君。だっ、あー、オッケーオッケー。は、待って待って待って、ちょっとヒットアンドアウェイ、ヒットアンドアウェイはやめてくれますか君。これ多分見切り通用するな。こいや、見切りです。通用するじゃねえか、ボケが。何度も同じ攻撃、通用するかよ。くそが、めんどくせえな。俺落ちていいんすかねこれ。一回落ちてみるか。いや、だいぶ元に戻されてる。干し柿があの下にあるのかな。降りてる途中で音楽変わったから、どっかにもしかしたらドアっていうか入り口があったかもわからんね。おーい、よし、もう一回行くか。もう一回行こう。なんかさ、明るくなるないのかな。明るくなる、うわ、だ、能力みたいなやつだー。で、これ壁際に沿って行っちゃうとあいつが出てくるから、壁際じゃないところを沿っていけば大丈夫なはず。あれ、上登ってきたな。あ、さっき落ちたところがここやね。こっから下に落ちてったんやけど、こっちまだ行けるな。全然行けるやん。ちょ、壁際マジでやべえ。は？あ、音が変わった。これや、さっき聞いた音。なーにー。
やる気満々じゃないっすか。やだ、もうやめてよ。ここ真っ暗やから見えへんやろ。見えへんやろかい。見えへんよな。待て待て、俺壁の主とも戦わなあかんねんて。左サイド抜けれるな。ただ左サイド抜けようと思って勢いよくダッシュしたら壁の住人が出てくるに100万ペリカ。だからゆっくり確実に。これシステム上では止まってるっていう判定になってるから、この歩行の仕方は。セキロのシステム上は大丈夫、止まってる判定。きた、完璧や。んで俺が行くべきはあそこかな。いやー罠っぽいな、こっち。いやーバレてんな、こっちはバレてる。そんなシャーシャー戦闘。あれ、社がある。一回こっち行ってみるか。おお、下降りれた。あー、いけるな、いけるいける。こっから行く臭いね。あ、こっから行く臭い。ほっ、やべー、くそ、バレた。猿が怯えてる。さお猿がビビっとるぞ。お猿ビビっとるやないか、お前。おそんなビビっとるやつがなぜこんなところにおんねん。迷い込んだんか自分。いや助けてやりたいけどな。あ、これ忍殺できる。オッケー、ちょっと HP 回復に一役立ってくれ。これ多分ね、霧ガラスじゃね、霧ガラスでかわせないのかな。一回霧ガラス行くか。行った瞬間に霧ガラス。はい、残念でした。よっしゃ、完璧じゃボケ。いや、ダメージ食らってるけどね、ダメージ食らってるけど、あぶんない。ギリギリ、なんだこれ。うわあ、は、血が出てる。大丈夫、ガン役のも。こんにちは。イエスイエス、乾き蛇ガキ。あー、これが星ガキかな。柿のように赤く染まった主の白蛇の心包み。もう何言ってるか分からへん。で、さらにその乾いたものと、もうなんあ、これ心臓が乾いたやつってことかな。姿形こそ柿によく似るが、蛇ガキは赤く実った神の像。あー、だから心臓やね、これ。こんなん、よう、とんでもないところに、命がけで祀ってんじゃねえよ。これ後ろにアイテムあるんでしょ、どうせ。ないないね。ないやん。なんか他にアイテムないかな。ヘビガラスだったな。あれ、自分当選簿してますやん。返してくれんの。ん、はっ、なや、ここ。なんかあるぞ。あるあるある。いや、これ抜け道や。抜け道や。いや、もうそれが分かってたら、俺はもう、ヒャッフー、ヘイベイビーホーホーホー。よくも先ほどは私をやってくれたな。俺の必殺、二の秘剣、グレンカイナー。はぁ、焼き蛇にして食ってやんよ、いつか。お礼参りは終わった、うん、お礼参りは俺の勝ちでしょ完全に。こっちからは、あ、屋根上からはいけないね。ブワーカー、聞こえる、ブワーカー。バーカちゃうからな、ブワーカーやから。切れてんのかな。俺を倒したくて仕方ないやろ。この勝負も私の勝ちや。俺の方がより相手のメンタルを削れたし、より相手のヒットポイント、ん、もう削れてる。紙吹雪。あ、これ持ってるな。ん、悪霊払い。待てよ、俺なんか、そういうボス一回逃げてきたな。悪霊みたいなの放ってくるやつ。これ使えばええんちゃん。音量の類にも攻撃が通じるって。これやな。何個持ってんの俺。5個?あ、しかも格納4個。え、9個持ってんの?まるで初めて手に入れたような。あ、それ、まあ、負け。
いやー、星が義手に入れた。うわ、なんだここは。アシナの底やって、もはや猿倒してないんやけども。うわ、やばいやばいやばい。はい、ということで今回はこの辺で終わっておきましょう。次回ね、ここを進むんじゃなくて、まず猿倒すわ。で、俺のメンタルが持ってたら紙吹雪使って怨霊のボスも倒してみる。メンタルが持ったらね。はい、ということで今回はこの辺で、無事星垣は手に入れたから、あと生垣かな。ご視聴ありがとうございました。